大谷翔平投手が所属する米大リーグのドジャースは今季、ナ・リーグ西地区優勝からプレーオフを勝ち進み、ワールドシリーズでもヤンキースを倒して世界一に輝いた。米メディアに出演したジャック・フラハティ投手は、大谷と他の選手の違いについて、彼は誰よりも強い打球を飛ばす、と絶賛している。動画、怒群同僚、常軌を逸している、驚いた、大谷翔平がロッカーで爆笑した普段の姿。米スポーツネットワーク、ファンデュエルテレビの MLB 専門番組、ランイットバックに中継で出演したフラハティは、ホストのミッチェル・ビードルさんから、彼、大谷、とプレーするのはどうですか?と問われ、WS を制覇した後、彼に言ったんだ。君はここに来て1年目で WS を制覇した。あと9回続けるだけだ、ってね、と笑いながら優勝後の一幕を語った。続けて、彼は本当に普通の人間なんだ。グラウンドに姿を現して、誰よりもハードに練習しているように見える。なぜなら彼はトミー・ジョン手術のリハビリや投球練習、そして打撃練習もするからね、と大谷の野球への姿勢に言及した。フラハティは、彼は野球界の最大のスターで、すべてのメディアが彼の周りにいて、彼は日本最大のスターでもある。そのすべてをこなせるという事実と、いつでも冷静さを保つことができるんだ、と凄さを表現。それでも彼は長男だ。彼と一緒にプレーできて、彼がやることをいつでも目撃できるのは幸運なことだよ、と楽しそうに振り返っていた。また、大谷とチームメイトになって、何かが違うと感じたことはありますか?という問いに回答したフラハティ。我々にはムーキーもフレディもいるし、打線にはいろんな選手がいるけど、試合中に彼のバットからボールが放たれたとき、すべての